皆さんこんにちは。今日は私は川崎駅西口から徒歩3分ぐらいまっすぐ歩いてきたところにおります。今日はですね、目的地としましては河原町団地でございます。しかしながら河原町団地に行くにあたり、途中で南河原町銀座、通称ハッピーロードを通りますので、少し皆さんと共有したいと思いましたので、撮影しております。それでは行ってみましょう。今私はハッピーロードの入り口、すぐに入ったところです。早速老舗のカラオケ屋さんがあります。いい感じですね。ここは住宅とまた商業施設が入り乱れた商店街となっております。今は、日曜日の夕方3時半ぐらいです。いつものごとく私が撮影するときは休日のお店がやっていない時間帯ですので、こんな感じで静かです。左右両方にマンション、アパートなどが立ち並んでいます。あそこ奥に見えておりますのが、おそらく東芝の建物ですね。駅からすぐのところです。きちんとハッピーロードという案内が看板として出ております。文化堂というあまり見たことないスーパーがございました。ドラッグストアもあり便利ですね。ここも駅からすぐ近くのいい感じの商店街となっております。もともと私はこの通りのことあんまり知らずに通っておりましたが、視聴者さんが南河原町銀座という通りがあるよと教えてくださったので、今日は来てみました。あちらには美味しそうなお餅という食パン屋さんがあります。最近高級食パン店が流行ってますからね。このブランドは聞いたことはないです。繁華街ではありますが、いかがわしいお店はございませんので、子どもたちも結構歩いてますね。ちなみにこのまままっすぐ数分歩くと河原町団地に到着します。左にはスパが見えてきました。そしてまっすぐ行くとローソンもございます。団地の方に到着したら、お茶でもしようかなと思ってますので、ローソンで買い出し行ってきたいと思います。ここのローソンに寄ってみましょう。今ローソンで買い物をしました。ルイボスティーとルマンドを買いました。美味しそうです。ちょっと贅沢な気分になれそうです。向こうの河原町団地に到着したらいただいてみましょう。おしゃれなマンションがあります。結構ここまで歩いてきましたね。300メートルぐらいかな。ですけれどもまだまだあるようです。ここは JR 川崎駅からほど近い場所にありますが、かなり下町感があるいい雰囲気の場所ですね。とても都会だとは思えません。スーパー、コンビニ、ドラッグストア、クリーニング屋さん、スーパー、また、クリニック、リハビリセンター、パン屋などが立ち並んでいる生活に沿ったお店がたくさんございます。おや、ここで終了なのでしょうか。向こうの信号を渡ったところにはハッピーロードの看板はございません。あ、ここですね。もしかしたらここが最後かな。ハッピーロード川崎と書いてあります。 QR コードもございますね。これを読み取るとおそらくホームページに飛ぶということでしょうか。いや、なかなか、いい感じの商店街でした。私は
このように賑やかでない商店街結構好きです。前コリアンタウンの紹介の時にもこのような少し、寂しげな通りであったところを紹介しましたが、なかなか好きです。お、下町感あるカフェですね。喫茶店でした。いい感じの雰囲気です。いや、タバコとかがねなければこういうところ入りたいんですけども、私あまり呼吸器機能が強くありませんので、なかなか喫煙と禁煙者が同じところで食事をするようなレストランでは苦しくなって入りづらいところがございます。今ここは京急川崎駅の方から西の方にまっすぐ来たところでございます。この通りの名前調べてみると温泉通りというらしいです。なぜでしょう。地図には温泉通りと書いてありますが、少し後で調べてみたいと思います。それでは温泉通りを越えてまっすぐさらに団地の方に向かってみたいと思います。この通りもハッピーロードを越えておりますが、下町感残る通りとなっております。先ほどよりも少し賑やか、パチンコ屋さんが左右にあったりと賑やかな通りとなっております。ありがとうございます。本日はポイント5倍でございます。この通りの名前は栄通りというらしいです。今季節は10月、一時ですね関東圏はめちゃくちゃ寒くなった、 冬のように寒くなった1週間がありました。しかし今日は夏の終わりぐらいの暖かさでございます。今長袖を着ておりますが結構暑いぐらいですね。街を歩いている人たちも半袖の方が目につきます。栗おこわのお店、わかりました、いらっしゃいませ。美味しそうだ。この辺りまで来るとほぼやっているお店はございません。かなり静かになってきました。もう少しで目的地の河原町団地に到着しますが、今後の話をしてみますと、今後はですね東海道や府中街道を行くという動画を撮ってみたいと考えております。しかしながらですね、どうしても歩きですと時間がかかりすぎてしまいます。私も平日は会社員をやっておりますので、土日だけで歩きで府中街道を全て制覇するというのはなかなか困難かと思います。ですので自転車を買ってみてもいいのかなと考えておりまして、それでしたら1泊2日ぐらいで府中街道を全て制覇することができるのではないかと思います。なのでもう少し検討しまして、自転車を購入するかどうか、考えてみたいと思います。その時はぜひ皆さん動画の方をお楽しみいただきますと幸いです。という話をしている間に、着きました河原町団地南側です。一旦ここで動画を区切ろうかなと思います。皆さん、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ次の動画もお楽しみください。それでは失礼します。